亀谷貴正の血統の教室。今回の G1 ビームは有馬記念なんですけど、はい、その前にちょっと宣伝しますね。はい、これ重賞ビーム2020、宣伝とか注意なんですけど、はい、これが前回の2019、はい、これ色同じなんで間違えて去年のやつ買わないように。あ、そうですね、してください。あ、水色、黄色が去年で、はい、こっちが青、最新版、最新版、はい、間違えて買っちゃって、こう青買ってもあれちょっと、ま、去年の間違えて買っちゃったってほとんど思っちゃうと思うんですけど内容ちょっと変わってないでちょっと変わってるんで、はい、こうやっぱあのもうこれ多分古本で安くなってるんで両方買ってどこが変わったかなとかで逆に変わってないとこは当たってるってことですから。あ、なるほど、なるほど、それも大事なんで、はい、お間違えのないようにこっち、はい、まあ、間違えて買っていただいても、まあ、僕が別にあれなんですけど間違えないように、はい、お願いします。お願いします。じゃあ終わりですかね。はい、以上で。いやいやいや、やりましょう、やりましょうか。一番大事なレースですから、はい、はい、去年、カチューマのブラストワンピースを本命にされたそうですけれども、はい、ちょっと理由を教えていただきたいんですけれども、これも去年の重賞ビーム読んだら、はい、あれ去年の有馬記念はだから有馬記念見る前に書いてますから、うんうんうん、これ通りだったんですよね、はい、去年のこれ通り、はい、まあ、団地比の地がやっぱり大きいですよね、うんうんうん、お父さん団地比ですけど、その前の年もクイーンズリングが穴を出したんですけど、はい、2017年ですね、はい、2017年2着のクイーンズリングっていうのも母の父が団地比で団地区 で、はい、でしかもベーリング持ってたんで、はい、まあ、同じですよね。でゴールドアクターっていうのは、はい、まあ、スクリーンヒーローなんですけど、はい、まあ、グラスワンダーもグランプリホースですけど、はい、グラスワンダーも母の父が団地区じゃないですか、うんうんうん、団地比ね、うん、だから団地比系がずっと昔から強いっていう、うんうん、これちなみに、はい、団地比の血を持っているとどういう能力が、うんうん、長けているんでしょうか。やっぱりあの小回りの加速力といいますかね、そういうのもありますし、はい、まあ、あとは一応有馬坂何回か登るんで、はい、あの坂をの登る時の馬力ですかね、うんうんうん、その辺があるんだと思うんですけど、ね、ははは。これちなみに、ハービンジャー産駒っていうのは距離延長が得意というふうに、そういう馬も多いです。ははあ、じゃあこのブラストワンピースの場合はこれも前から、はい、あのこれも去年も申しましたけどレース前にも、はい、鶴丸ワンピースが短い、はい、距離の短い馬でして、はい、うん、でこの馬自身もう距離短縮で走って距離延長でこけてるんで、うんうんうん、あの有馬記念を迎えるまでにね、はい、まあ、あの戦力重視でしょうね、はい、その馬自身の上昇っていうのもだから見込める、うんうん、前回の菊花賞は逆に距離延長だから危なかったし、はい、能力出せなかったし、はい、今回はあの距離短縮だからってことですね。競走馬は走る距離知りませんか、はいはい、これがそういうことですね、うん、去年は雨もプラスに、そうですね、雨降って結果的に外差しになったのもラッキーでしたね。このブラストワンピースと同じ3歳馬の活躍がなんか僕の中で印象的なレースだと思うんですけれども。確かにそうですね、まあ、有利なんですよねローテーションが、はい、3歳馬やっぱり有馬記念って、はい、まあ、フレッシュな馬で、はい、フレッシュで距離短縮で向かうっていうのは、うんうん、結局菊花賞ぐらいしかないじゃないですか、はい、あー、なるほど、うん、で筋量も有利でしょう、はい、だからローテーションと筋量がやっぱ有利になりやすいですよね、はいはい、菊花賞組って。あともう一つ有馬記念っていうとなんか、うん、最近抽選会枠順抽選会を、うんうんうん、公開されたりして、でその時に関係者の皆さんが内枠からこう埋まっていくっていう、うん、やっぱり有利、まあ、やっぱり内寄りの枠の方がそれは有利ですね、うんうんうん、基本的には。これは、天候とかあまり去年はでもそんなにね結果的に雨降っちゃったんで、はい、そんなに枠そんなに重要ではなかったかもしれないですけど、うんうんうん、なるほど。あ、それで、ババアの話で言うと、うんうん、この動画のスプリンターズステークスの回にちょっとちらっとお話しいただいたんですけど、中山競馬場の新ロバについてもう一度改めてちょっとお聞きしたいんですけれども、やっぱり新しいロバになったのがちょうどジェンテルドンナが勝った年なんですけど、はいはい、直線でこう軽いスピードを出せるようになりましたよね、うんうんうん、でジェンティルドンナって昔の有馬の馬場とかだったら合わなかったと思うんですけど、はい、3コーナーから直線が水はけが良くなりまして、うん、軽くなりまして、そこでスピードを発揮しやすくなりましたね。あ、じゃあそれまでだとなんかステイゴールドが活躍するイメージだったんですけど、うん、そうですね、実際ステイゴールドの成績もねよく落ちてますからね、はい、あの別に有馬記念に限らず、あ、中山競馬場の、はい、2号は、はい、でジェンティロドンナのようなディープインパクトの、そうですね、軽い直線のスピードが発揮されやすくなったとは思いますけどね。
まあ、ちょっと詳しくは、スプリンターズステークスの回にちょっと遡っていただいて、皆さん動画を見ていただければもうちょっと詳しいデータとかも確か紹介していただいたと思う。そうでしたっけ、はい、あ、じゃあぜひ見返してください。はい、はいはい、今教えていただいたことを踏まえて有力馬のチェックといきたいところなんですが、はい、今回はスペシャル動画ということで、はい、今回は金曜日に配信、はい、亀谷さんに加えて、うまい馬券でおなじみの予想家の皆さんが一堂に会して、有馬の印を大公開していくということなので、ちょっと長丁場になると思うんですけれども、亀谷さん、はい、よろしくお願いします。こちらこそお願いします。断ジグか断地比か、まあ、どっちでもいいんですけど、リス暮らしは消そうかなと思って、はい、宝塚で確かに走った牝馬って有馬でいまいちだったりしますよね。ダーモンドライは消します。皆さん、勝ったらまたここで土下座です。